岩手県立大東高等学校は、岩手県一ノ関市大東町に所在する公立の高等学校。1926年に開校した、私立、鶴沢家正女学校を前身とする。1964年に現行名の、岩手県立大東高等学校と改称した。全日制家庭、切磋琢磨前身である私立、鶴沢家正女学校設立以来、 切磋琢磨の精神を継承し今日に至っている。生徒が固い友情の絆を結びながら文部両道を実践し、たくましく成長し、無限の可能性と大いなる未来を開いていくことを願っている。知性を高め、豊かな心を磨き、理想の実現に向けて、生涯にわたって学び続ける人間の育成。決して諦めることなく、努力を重ね、心身もに健全で、広く、 国際的な視野を持ち、社会の発展に貢献する人間の育成。旧大東高校の切磋琢磨を象徴する水晶を中央に、旧大原商業高校の象徴である大井町を外輪に配置、その内側には、室芋ゆ譲る水の里を東の花筒つ子つと、大東と大原の大の字を兼ねた図案で固い絆を表現している。銀南は、 成長が早く強権で旺盛な生命力を、水晶は光と輝きを、筒子は生徒が多方面に広く大きく活躍し、羽ばたく姿をしている。全体として、本校が歴史と伝統を継承し、地域に根を下ろしたくましい成長と大きく躍動することを表した交渉である。ありがとうございます。